大名セセリは、長目セセリ長花に分類される長の一種。東アジア、東南アジアに分布する。日本、朝鮮半島、ジェジュ島、中国北、東北部、ロシア南東部の亜種は、ティサス、中国中、南部と台湾の亜種は、モーリ中国西部、チベットの亜種は、ローナ、中国雲南省から、インドシナ半島北部の亜種は、バーマナと分類されている。 日本では北海道お島半島から長崎県にかけての臨地に分布する。お島半島では日本海側で見られ、八雲町での記録が北限。関東など一部地域では平地でも見られるが、それ以外の地域では平地ではあまり見られない。羽の地色は黒に近い褐色で、全子表裏に右上写真のような大小の白斑が入る。また光子表裏には、 中央部に白帯が入るが、これは産地によって濃淡がある。私有動植。日本では、関ヶ原が個体差の分点とされ、近畿地方異性のものは孔子に白藩があり、これは関西型と呼ばれる。中部地方異等のものは、孔子表面が黒色で白藩を持たず、これは関東型と呼ばれる。ただし、関東型でも孔子に、 白色体の痕跡が入る場合があるとともに、関西型でも白帯に変異があることから、亜種としては認められず、日本産は一括して亜種、ティサスとされている。成虫は、ランチでは、年産化、寒冷地及び、標高の高いところでは、年二か。素早く飛ぶが、よく止まる。よく見られる一文字セセリや、茶羽セセリなどは羽を半開きにして止まるのに対し、 本種は羽を水平に開いて止まるが、これは、茶斑だらせせりやかに、共通の習性である。幼虫は、白っぽい体に黒い頭部のある芋虫。食草は、単子王類の山の芋科で、主に、山の芋、鬼どころ、つくねえも、しゅうなどの葉を食べる。食草となる葉の一部を切って、折りたたみ巣を作る習性がある。修霊幼虫は、落ち葉の中で越冬し、 春になるとそのまま8日、うかする。ありがとうございます。